思います。どれ2人、誰にしようかな。あ、違う、決めていい。どうしよう、なんかみんな絡んでない子とかいないかな。じゃあ、みこちゃんいますか。どこにいるの。みこちゃん座ってた。なんかあんまり喋らなさそうな雰囲気出してたからお願いします。はい、はい、皆さん今日は遅くまでありがとうございました。本当何喋っていいか分からないんですけど、本当に初めてこの夏祭りに出させてもらって、本当に皆さんとたくさんおしゃべりして楽しかったです。明日も多分暑いと思うので、熱中症対策皆さんもしっかりしてください。明日も一日楽しみましょう。ありがとうございます。はい、じゃあ当てられないと思っていたろう、7に行きます。真ん中にいるからね。なんかみんなを背負って喋ってもらいましょう。すいません、アイリーンさんが好きすぎて見ちゃうなと思ってたんで、ずっと前見てたんですけど、やっぱり見ちゃいました。当たんないと思ってたからみたいになっちゃった。はい、はい、今回和光寺6号車の中から、私たちオールテックレディが代表としてサマーナイトに出させていただいたんですけど、いやもう本当に宮瀬的に可愛い先輩たちが見れて、すごい眼福な一日でありました。この2時間くらいめっちゃ幸せでした。なんかゆうゆうシャイなので、ゆうゆうにどうぞどうぞ。はい、ひびです。今日はありがとうございました。みんな気をつけて帰ってください。明日もよろしくお願いします。はい、では最後にね、ギャルズイベントの締めといえば金本締めなんですけども、今回誰にあげようかなと思って、ここに縁のあるちびはるちゃんに行ってみたいと思います。すごいびっくりしてるヤバじゃん、無事スピードウェイでよかった。めっちゃ困ってるよ、どうしよう。大丈夫、ホームだから大丈夫だよ。何言っても大丈夫だから。一本締めを締めてほしいんです。今日は、ありがとうございました。明日も一日暑いんですけど楽しみましょう。せーの、お手を拝借、お手を拝借、よー。帰りますのでね、帰る通路をね、準備してもらって、この